デクスター・デクスターは2本のアームを持ったロボットで国際宇宙ステーションのカナダアーム2を構成する部分である。エヴァの必要な仕事を代替できるように機能を拡張するためのものである。2008年3月11日に STS-123 で打ち上げられた。特殊目的ロボットアームとしても知られる。デクスターは i s s へのカナダの貢献の一つで器用を意味する。 デクストラスから名付けられた。カナダアームやカナダアーム2とのアナロジーでカナダハンドと呼ばれることもある。デクスターはマクドナルドデトウィラー社が設計、運用している。2011年2月4日に宇宙ステーション補給機に合気で運んだ米国の曝露装置2台の移設が地上からの操作で行われたが、これがデクスターの初めての時運用となった。 デクスターは頭のない上半身に長さ3.35メートルの腕2本がついたような構造をしている。長さ3.5メートルの胴体はウエストの周りで旋回できる。胴体の上部にはカナダアーム2でハジされる際に使われるグラップルフィクスチャが設置されており、カナダアーム2にハジされることにより ISS の周りを動くことができる。胴体下部には ロボットの手に当たるエンドエフェクターが取り付けられており、これを使って ISS のグラップルフィクスチャーを保持することで保管状態にする。2本の腕の先端には指に相当するオットークムが装備されている。オットークムは格納式のソケットドライブ、白黒テレビカメラ、照明のほか、ペイロードとの間で電力、データ、 映像信号を供給するためのアンビリカルコネクタが内蔵されている。デクスターの下半分には、雲台付きのカラーテレビカメラ、照明が2台と、オルを仮置きする台と、工具収納装置が取り付けられている。工具収納装置には、様々な作業に対応するための3種類の工具が収められている。デクスターは、カナダ宇宙庁の契約の下、カナダのマクドナルド・デトウィラー社によって、 設計、製造された。運用や宇宙飛行士の訓練もここが担当。2007年6月中旬にすべての必要な検査を終え、フロリダ州のケネディ宇宙センターに送られた。ケネディ宇宙センターに到着後、飛行前の検証試験が行われて、スペースラブパレットに固定された後、スペースシャトルに搭載された。デクスターは2008年3月11日の STS-123 のミッションでエンデバーにより ISS に向けて打ち上げられた。3月14日には ISS のカナダアームにから電力の供給を受け、関節や電子機器を保温するのに必要なヒーターを起動した。3月16日に行われたミッションの2回目の船外活動でロボット本体に長さ3.35メートルの2本のアームを取り付けた。その後、 地上からデクスターの電子機器がすべて通常通り動くかどうかの試験が行われた。その後、宇宙飛行士がすべての関節が動くかどうかの試験を行った。2008年3月17日の3回目の船外活動でデクスターのすべての組み立て作業を終えた。2004年8月初旬、NASA はデクスターをハップル宇宙望遠鏡の救出ミッションに用いるつもりであることを表明した。 マクドナルドデトウイラー社に対して、デクスターのコピーの作成を依頼してから数ヶ月後、NASA は、ハップル宇宙望遠鏡の救出にスペースシャトルを使う、ことを決め、ミッションをキャンセルした。NASA は、キャンセルの理由として、過度なリスクとスペースシャトル外部燃料タンクへの、信頼性を上げた。デクスターは、2008年4月1日の NASA のアポート、 ウェブサイトのエイプリルフールのジョーク記事のネタにもなった。ありがとうございます。